小倉競馬12レース皿倉山特別芝コース2600メートル、出走馬15頭です。負担重量はハンデキャップです。スタート地点向こう上面、各馬収まりまして、最後にマスターコード、マスターコードが収まって15頭収まりました。スタートしました。シースプラッシュが後ろからになりました。まず1周目の3コーナーへ向かいます。6番の歌舞伎もの出ていきました。そして2番手には帝王フォルテ、内に1番アグネスリバティです。4番手が9番ビッセン、あとはハウエバー、KG 金亀。1周目の3コーナーをカーブ、間に11番大成トレイルです。3コーナーをカーブします。中段には2番のプリンスオブペスカがいて、外にはフアトロ、アドマイアメテオ、ミルトプレスト。3、4コーナー中間を通過、3番旬の神、後ろから4番手東方アルテミス、8枠2頭後方です。チープスプラッシュとマスターコード、各馬4コーナーをカーブ、スタンド前に入ってきます。先頭は6番歌舞伎もの、リードは1馬身、ゆったりとした流れ、スタンド前です。2番手には8番帝王フォルテ、内に1番アグネスリバティ、あと4番手にはビッセン、そして大勢トレイル、ハウエバー、KG 金亀、中段に2番のプリンスオブペスカ、あとはアドマイアメテオ、フアトロ、7番のミルトプレスト追走、内に3番旬の神、後ろから3番手に東方アルテミス、依然として8枠2頭後方です。マスターコードとシースプラッシュ、各馬第1コーナーをカーブしていきます。先頭は6番歌舞伎もの、リードは1馬身半、2番手には8番帝王フォルテ、2コーナーへ向かいます。3番手が内1番アグネスリバティ、あとは1馬身差ビッセン、4番手大勢トレイルが5番手、そして内に4番のハウエバーで向こう上面に入りました。1馬身差KG金亀、2番のプリンスオブペスタ控えて、あとは1馬身差追走する13番アドマイアメテオ、2周目に入ります。アドマイアメテオ進出上がっていきました。あとはフアトロ、ミルトープレスト、2馬身差旬の神、外からスーッとマスターコードを押し上げてきました東方アルテミスがいます。あとは4馬身差最高峰シースプラッシュ、さあ再び3コーナーを迎えます。先頭は6番歌舞伎もの、ここでペースが上がります。リードが1馬身、2番手に8番帝王フォルテ、3、4コーナー中間へ、あとアグヌスリバティビッセン、そして11番の大勢トレイル、3、4コーナー中間、外から15番マスターコード仕掛けてきました。今3番手に上がってきます、固まりました。そして外を回って7番ミルトプレストが戻っていって、第4コーナーをカーブ、今直線コースに向かいます。ここで先頭8番帝王フォルテ、帝王フォルテ先頭ですが、マスターコード、ミルトプレスト、間を狙っている11番大勢トレイル、200メートルを通過しました。前2頭抜けた11番大勢トレイル、15番マスターコード2頭の追い風、大外から10番東方アルテミス、3番手11番の大勢トレイル、ゴリ大勢トレイル、2番手15番マスターコード、追い込んだ10番東方アルテミス、3番手勝ち時計2分38秒4、最後の直線2頭が抜けて、大勢トレイルとマスターコードの争い、制したのは11番大勢トレイル、中谷裕太騎手です。2番手15番マスターコード、追い込んだ外10番東方アルテミス、3番手2分38秒4の勝ち時計、上がり4ハロン47秒7、3ハロン36秒0です。